おはようございます。釣り子 TV です。おはようございます。コモチャンネルのコモリボードです。今日は、はい、メガバスの小森つごひこプロにいろいろ伺いたいということで、はい、今早速着替えて。はい。着替えてもらったんですけど、ダッシュで着替えました化粧直しが2分しかなかったんで、はい、なんかやっぱり小森プロっていうとゲイリー山本って印象なんですけども、はい、プラグ方面で実はあのかなりメガバシストっていうかメガバスの、はい、プロスタッフの方ということで、はい、せっかくなんでいろいろお家に来たんで今手元にあるやつだけでいいんで何かいろいろお話とか思い出話とか、はい、このルアーはとかなんかいろいろ教えていただければなと思います。そうですね、まあ、もともと僕メガバスよく使ってたんですよ、はい、まあ、一番最初に使ったのがベイト X ってさ、はい、最初の G クランクは持ってなかったんでベイト X、 それからポップ X、 ディープ X200 で、まあ、その先はちょっとなかなか買えなかったんで、ただディープ X はもううちに当時から何十個もあってかなり愛用してたんですよね、まあ、そういったのはあったんですけども、まあ、プロになってからイデプロと知り合って、はい、このライチャー系のイデプロですね、まあ、イデプロからメガバスでしょ、この縁があって、はい、アンテンももらったアンテンも作ってますけどこの縁があって、まあ、あの彼が亡くなられた後に、まあ、それはもうイデプロの実際に現役時代使われていた、はい、そうですよ、僕とお揃いだったんですよ、で29、30でゼッケンも並んでるんですよ。あ、そうなんですね、はい、イデプロは年間タイトルとかもそのあれ、はい、取りましたよ。そうですね、それぞれ取って2年目が6位で3年目がちょっと2人して遊んですぎて、あ、その時の、はい、29、30に落ちてしまったっていう仲良く並んでギリギリミッド止まった年の会社系で、まあそのイデプロのまあ縁があって、まあ、伊藤社長の方から、ゆうくんの意思を継いでくれないかってことで、メガバスさんにお世話になることになりました。はい、まあ、もともと好きなメーカーだったんで、雑誌とかにもよく書かせてもらってたんで、で、僕、プラグメーカー特になかったんで、まあ、とてもいい話だったんで、まあ、そこからもう、かれこれ、8年、7年くらいやってますね。はい。そうですね、メガバスこれはまだ封開封してないやつ、これはまだ開封してないやつです。で、すぐスタンバってできるようにここに置いてあります。はい、満天のワカサギカラー、これは満天スクエアビルの、ワカサギカラー、はい、TO ワカサギ、はい、はい、これ春使おうと思って出しておいたんですよね。で、まあリープ X100 の LBO シリーズ、LBO がね、かなり良くて、まあ、飛距離がものすごい出る上に、はい、今こうアクションとかもね、すごい変わってきて面白い感じになってるんで、はい、そうそう、これ一番面白いものができました、これライオから、おお、これね、ちょっと僕これ自分のブログに上げようと思ってたんですけど、ライオから、はい、 PM ライオっていうからなんですけど、はい、これ実はもうね、なかったんですよ。はい、これ北浦線で使ってたポップ X、 これなんですよ。あ、ライオから、はい、で、あの日って台風15号が接近してて、はい、最終日の最後もう強風になってたんですよね、はい、で強風に煽られてなくなっちゃったんですよ、1本昭和サイドから流れてきた枝にバーン引っかかっちゃって、はい、ですごい浅いところだって取りに行けなくて、はい、で、まあ、後で一連のオブザーバーの子が、はい、俺取りに行っていいですかって言うから、はい、危ないからやめましょうと、はい、これは、はい、台風が行った後にだったら取りに行ってもいいけど今はまあ危ないから、うん、取りに行くのやめましょうって、僕もちょっと心残りだけど、うん、あれは取りに行ったら危ないからやめましょうってちょっとライブレイクして、はい、昭和に引っかかったままになってたんですね、はい、で、まあメガワさんにちょっとこの PM ライオっていうカラーがすごい好きで昔から使ってるから、はい、ないですかって、ごめんなさい、もう廃盤です、はい、ありませんって言われたんですけど、そこから2週間ぐらいして、はい、たまたま担当さんから連絡来て、はい、送りますんでってまた塗ってくれたんですよ。また塗ってくれたの、はい、で、いくつかの製品版にも戻ってるんですけど、メガバスもネットショッピングのところでいくつか、はい、買えるよみたいな、はい、じゃあ作ってくれたんですね。あ、僕が好きだっていうだけで作ってくれたんですよ。すごい嬉しくて、それがないって言ってなかったものが僕が好きだっていうだけでそうやってスペシャルカラーで作ってくれたっていうのも嬉しくて、で、まあもらって帰ってきてからまだ時間がなかったから、はい、このままにしてますけど、これ僕すっごい一番好きな、ポップ X では一番好きなカラーです、はい、まあ、ライギョっていう名前ついてるけど、
ライギョっていう感じで使ってる女子に、このお腹のクラックな感じが、なんかカエルのお腹っぽく見えたりとか、そういったのがあって、ポッパーにはすごくいいのかなと思って、使ってました。それが北浦線の肝だったんですね。肝っていうか僕が、まあ、月で使ってるからですね。はい。はい。はい。まあこれ、はい、まあ、大体これですよ。僕よく用もいるのほぼこれです。はい。まあ、なんか、そのこそですよ。これは、みたいな。はい。まあ、これはっていうのをいっぱい送ってもらった。嬉しい、ね。あ、そっか。今、本気の笑顔で笑っちゃった。これ。でもね、1個しか持ってなかったんですよ、ね。はいはいはい。昔買ったやつだったから、はい、そんないっぱいメガバスって色を選んで買えるほどなかったじゃないですか。はいはい、1個しか持ってなかったから、はい、2個になってちょっと嬉しいです。いいですね。2個どころかもう1個ありますからね。ああ、3つ。はい。ああ、でもトーナメントで戦うんだとやっぱ3つぐらい在庫する。いや、もうなくさないです。トップなんかなくすことはめったないんで、あれは台風でちょっとやっぱり、荒れてて近づけなくなっちゃったんで、後悔してますけど、なくさないように大事に使います。あれも本当に僕の好きな。デッドリーブラックシャットとか大好きでしたけど、ね、ああありましたね、はい、あれもなんか最近そのネットでだけオンラインショッピングで注文できるやつで、はい、デッドリーブラックシャット祭りみたいなのやってて、あれもともと限定かなんかですよね、あの色って。なかなか、あんまり一般的な色じゃなかったですよね、で、メガバス の, そのホームページ の, そのオンラインショッピングのとこ行くと、なんか結構こういうスペシャルカラーとか今、はい、いろいろキャンペーンっていうか、なんかちょいちょいやってるんで、そうなんですよ、うん、結構ちょいちょい見覗いてるんですけども、メガバスもね歴史があるんで、やっぱこんなカラー、あのカラー出してくれとか、あのカラーなくなったのっていう問い合わせがすごくて、問い合わせが多いカラーはやっぱりどっかでやっぱりもう一回使ってもらいたくて、塗ってくれてますね。ユーザーにはそういうところがたまらないですね。そうですね、まあ僕も本当にこれは一ユーザーとして本当にどうぞって言われた時にもう本当に微笑んじゃいましたね。あ、来た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 、いいメーカーにと契約してよかったと思いましたよ。これもあれですよ、これね、和銀なんちゃら、これ、ね、和銀コモリン多いかですね。これコモリンシリーズ、はい、はい、でコモリンさんからそうです、ね、これが最初の契約してすぐの時に作ってもらったカラーですね。はい、これもね、まあ、和銀カラーがすごい良くて、はい、トロイカーメスの上からこう塗ってもらったんですよね。コモリンコパーシャットがあんまり今店頭で全部売り切れちゃって買いづらくなってるんで、はい、あれどうにかなんないですか、もうまた作ってくんないですか。あれはね、でもね、正直言うと僕自身も無理やり作ってもらったからって、はい、あれラパラのクローフィッシュっていうカラーですね、はい、でそのカラーが好きで、まあ同じようなカラーでっていう感じで、はい、まあ正直ちょっと僕のわがままで作ってもらったカラーだから、はい、あのメガバスの多分、はい、会社のコンセプトとはちょっと違うんで、なかなか作ってもらいにくい。じゃあ今持ってる人はあれすごいレアでデッドストックだよっていう可能性は。そうですね。まあでもこうやって動画でこうやって言い続けることによって、はい、でみんなどんどんそのこの気になるのはメガバスとかにこもりコパーシャットないのかいって言ってみんな問い合わせてくれたら、もしかしたらまた。僕の在庫がなくなってきたらまた作ってもらいますよ。じゃあちょっと今日家から全部手持ちのやつ全部こっそりこう、持って帰っちゃうんで。あれのDeepX100が超やばいですよ、ね。あれ、多分船、まあ、あの本番の船に積まれてるということで、釣り子 TV では結構コモリンコパーシャットを何回か特集してるんで、はい、気になる人は探していただければと思います。はい、オレンジが低い湖って結構ありますからね。三島が今年、はい、サイドバイサイドで違う仲間のボートと、はい、10センチ11センチのミノーで投げ比べやってて、はい、自分も満点投げてたんですけど、はい、で彼が満点投げてて、はい、でコモリンコパーシャットしか満点持ってないって言って、はい、5対0ぐらいで釣り負けたんですよね。あ、亀山でもね同じことがあったんですよ。あのシャッティング X で、ね、あとね音楽も100でしたけど、やっぱり人流した後に色変えてみたら出るのかなとかしたらすぐ 2,3 匹釣れたことがあって、あれ必要じゃないですか。いや、必要ですよ。まあ、必要な分持ってるって僕。いや言っておきます、言っておきます、ね。あれ本当に、あれの、カナタとか、まあ、はい、なんだったら、メガドッグとか、はい、もう全部欲しいんで、いけるタイミングでちょっと、ちょっと、はい、PR していただけると。ぜひぜひ、はい、あれ、また作ってくださいよって、ちょっと言ってみますね。はい。釣り子 TV では引き続き、メガバシストの、コモリプロも追いかけていきたいと。最後に何か一言いただけます。そうですね、まあ、なかなかそのね、やっぱり優先順位がある中で、プロモーションの限られた範囲があると、なかなか見てもらえないシーンもあると思うんですけど、まあ、メガバス
のルアーこれどうやって使うんだよとか、これ小森さん好きって言ったけどどうやって実際どうやってどういうとこに投げるのとかあったら、まあ、ぜひそういうのを見せていきたいなと思うんで、楽しみにしてください。で、メガバスからはですね、ちょっとこの間会社の方に行ってきた時に伊藤社長から、まあ、プロジェクト、V だったかな、プロジェクト Z と